よいしょ。はい、晩ご飯食べます。はい、なんか珍しい回なんですけど、はい、なんか最近あったことを話しながら晩ご飯を食べようかなと思います。なのであの、あんまり期待しないでください。お願いします。今日の晩ご飯紹介ですね。まず僕の晩ご飯です。はい、下からね、ほうれん草のごま和え、人参とツナのきんぴら、何だっけこれ、ポテトサラダか。はい、で、チキンですね。はい、で、しそでございます。はい、で、右側、これがお米と言います。お願いします。よいしょ。いただきます。はい、いただきます。はい、まあ、これちなみに全部自炊です。はい、最近ですね、作り置きという技を覚えました。便利やね、これ。はい、4、5品ぐらいかな。ほうれん草のごま和えと、人参、ツナ、まあ、この3つか。と、なんか無限キュウリ、あ、無限ピーマンか。無限ピーマン、作り置きしてます。はい。じゃあ、いただきます。あ、ちなみにね、僕お肉ほぼ鶏肉なんですけど、1キロセットみたいなあるんですよ。1キロで、まあ、大体もも肉が4枚ぐらい入ってるんですよね。それが1000円ぐらいで売ってるんで、それを、買って 100g ぐらいにね、まあ、1食分ぐらいにカットして冷凍してます。はい、で1分ぐらいチンして解凍したら、まあ、味付けして焼いてると、で今回のね、チキンの味は、玉ねぎソースをね、自分で作ってみました。はい、家事ヤロウっていう番組知ってます？めちゃくちゃいい番組。はい。あれのね、公式インスタグラムで、レミパンこと、レミさんが、紹介してたんで、やってみてください。はい。僕ね、あんまうまいこといかなかったんで、ちょっとニンニク入れすぎたんでね、多分あれね、かけて食べるやつだと思うんですけど、そんなうまいこといかなかったんで、ジップロックに入れて、もみもみしてね。はい。で、そこに、シソをかけて、ほぼシソです。はい。食べてます。このシソもね、みじん切りして作り置きしてます。はい。こんなんは別の動画でやった方がいいんかな。まあいいんですけど。いただきます。やっぱうまいな。うん。うまい。逆？こうか。まあどっちでもいいんですけど、僕めっちゃシソ好きなんですよね。シソあれあれ。誰ぐらいやろな。新垣結衣よりシソの方が好きです。はい、うまっ。ツナと人参、ツナと人参のやつで米いけるやん。僕中学ぐらいからなんか急に野菜食えるようになったんですよね。小学生の時全く食われへんかったのに。ちなみに普段僕食うめっちゃ早いです。めちゃくちゃ早い。多分この量一人やったら4分ぐらいで終わってます。撮影してなかったら。早食いなんですよね。あんまだから噛んでないんですよね。多分なんか思い出したけど、昔家庭科の授業で中学生ぐらいの時、噛むのが大事だみたいな授業があったんですよ。噛むことによって栄養が食べ物からどんどん出てくるんだよみたいな。で、煮干しあるじゃないですか。あれを噛んでみましょうみたいな。何回噛めましたか、目指せ200回っていうのあったんですけど、僕100回ぐらいで飲み込んだんですよね。みんないけてたんですけど、噛むだけですよ。できなかったんですよね。僕基本的にインスタグラムから情報を得てます。
こういう料理系。いや、すごくない？こういう料理投稿してる人。なんか、なんでこんな思いつくんやろな。うわぁ！センスなんですかね、こういうのって。絶対思いつかへんもんな。正味レシピないと何にもできへん。赤子です。ペーペーペー。ゴールデンウィーク中になんかいいなと思った、すごいなこの人って思ったんですけど、僕帰省してたんですよね。関西行って、品川から新幹線乗ったんですよ。んで、キャリーケースをね、ゴロゴロを上にできないんですよ。わかります？新幹線の上の棚あるじゃないですか。あそこに、まあ、キャリーケースが軽かったらね、全然いけるんですけど、めっちゃ重かったんですよ。長いからゴールデンウィーク1週間分ぐらい詰めてたんで、重くてとてもじゃないけど上げれないんですよね。だから、警備員というか警察官というかいるじゃないですか、新幹線。男の人が回ってきた時に、すいませんって言って、ちょっとこれ上げてもらっていいですかって言ったんですよ。ほんなら、あ、わかりましたって言って上げる前に結構ね、空いてたんですよね。で、もしよかったらお席、空いてるんで変えましょうかって言われて、あ、いいですかって言って、お願いしますって言って、で、僕2列席の通路側やったんですけど、3列席の窓側に移動してくれたんですよね。で、あ、どうぞって言って、あ、ありがとうございますって言って、ほんで、あ、じゃあ、3列で横いないから、これ下に置いてもらっても結構ですよ、足元にキャリーケース置いてもらってもいいですよって言われたんですけど、まあ、これもし来たら困るなと思って、あ、すいません、あげてもらっていいですかって言って、あ、わかりましたって言って、まあ、あげてくれて、ほんなら、お客さんどこで降りられますかって言われて、新大阪ですって言って、あ、じゃあ新大阪になったらまた来ますねって言って、で、新大阪10分ぐらい前に来てくれて降ろしてくれたんですよ。僕ね、腕取ってから何回かキャリーケースお願いしますって新幹線で言ってるんですけど、初めてそんなね、帰りもやってくれたんですよね。なんかすごいなと思って、よく覚えてんなと思って、なんかそんな、そういうチェックリストがあるわけじゃないじゃないですか。何？6号車の6の C の人のとこに荷物を下ろしに行くとかいうメモをちゃんと自分でしてないと、そういうの覚えてないとしないことじゃないですか。その仕事じゃなくて、その人の善意というか自意識でやってくれてるじゃないですか。うわ、嬉しいなと思ってね、これが当たり前やと思ってないんですけど、はい、これが善意したらええのにとかは全く思ってないんですけどね、はい、自分で下ろせるし、頑張れば。でもね、あれは嬉しかったな、普通に。うん、いや、ありがとうございます。はい、で、まあ、もう一個新幹線で今思い出したんですけど、これは苦情なんですけどね、新幹線買う時って、まあ、ネット予約できるじゃないですか。で、ネットで区間選択して新幹線のチケット購入できるんですよ。で、当日に発券できるんですけど、障害者手帳使う時、使って買う時って絶対窓口行かないといけないんですよ。これどうにかならないんですかね。めっちゃ不便なんですよね。僕割と乗る方なんですよ、新幹線。いや、これね、不便やなと思って、いちいちね、前日とか1週間前とかに緑の窓口行かないといけないんですよ。これがね、今一番改善してほしいことですかね。はい、これちょっとお願いします。はい、どうするかは全く知りませんけどね。はい、こ
これで値段なんもないよな。まずね、お米はシェアハウスしてる僕ら3人のご両親、お母様たちがお米とかね、仕送り救援物資をいただくんですよ。送ってくれるんですよ。一食肉100円とかなんですよね。人参が100円で、ツナが1貫100円ぐらい、200円のちょびっとやから、まあ20円ぐらいか。で、ポテトサラダもじゃがいも200円ぐらいかな、4個入りで、新玉3つで100円なんで33円の玉ねぎの4分の1なんで9円、8円とか。分からんぐらいと思った。苦手すぎる。まあ、多分300円ぐらいです、一食。ちなみに今お茶飲んでるんですけど、僕らの家はお茶も自炊してます。はい、鶴瓶さんがやってる青い麦茶のパックしてますかね。あれでいつもお茶作ってます。お疲れ様でしょ。なんか僕ね、最近までお茶碗、メイン、副菜みたいな4個ぐらい皿使ってたんですけど、彼女にワンプレートっていう概念ないのみたいな言われて、そんな手があるんやと思って最近ワンプレートにしてます。はい、めっちゃいいですねこれ。うん、めっちゃいい。というわけでね、はい、ちょっとどんな回になってるかわからへんけど正直飯食いました。はい、ありがとうございました。